な、ハクションって言いたかった、ハクション始まりをしたかった。いや、シュアのイヤホン意外にうざいな、こいつ主張しやがって。うわ、シュア社にね、いずれな、シュアちゃんにね喧嘩売ってますね。まあシュアちゃん社にね、シュアちゃんホールディングスに喧嘩売ってる男。いやでもシュアちゃんマジなんかね、そう、敷居を高くしやがるんですよ、こいつつけづらくてさ、なんなんだよこいつ。ああ、ほこりいっぱいつくし、その弾丸に、弾丸っていうのかな、マニアの間で弾丸にすごいほこりついちゃってかわいそうだな。全然思ってねえ、うぜえなとしか思ってねえよ。いや本音すごいね、本音ボンボンじゃん。あ、眠いんでちょっと変なこと言ってます。あ、その変なことって本当の変なことじゃなくてね、うん、まあ、人間としてっていう話です。それは変なことだ。あ、ほこり触ったで鼻かじった。俺ハウスダストアレルギーなんでね。いや、なんかね、検査したら猫アレルギーよりハウスダストアレルギーだったんです、僕。うん。鼻、これはあんまり言っちゃいけないですよね、これ。こうやってね。あー、メガネ触っちゃって指が。うわ、いや、結局ビヨンって伸びてるとこ、カメラに映っちゃってんじゃん。顎のここ痛い。あー、寄せなきゃやばいな。危機感持って。あ、やばいな。今日ちょっとダメだ。あのね、もう寝ます。ちょっとね、喉が、なんだ、なんで喉が癒されないんだ。ちょっとね、鼻がやばい。いてててて。ちょ、炭酸水飲むのやめよう。体悪くする。ということで、今日はね、体調が優れないんで、まあ今日俺死ぬんかな。ちょっとネガティブな話になるけど、まあちょっとね、天才は若くして死ぬということでね、とか言って、俺な、あと700年くらい生きそうだけどね。いや、どんだけお前才能ないんだよっていう。神様のね、そのどんだけ才能ないんだよっていう嫌がらせ、ないんだぞの嫌がらせか。はい、なんて言ってるか分からないと思いますかね。そこのとこよろしく。うんち、ブリ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 ブー。ああ、挨拶終わりの挨拶だね。じゃあね、うん。